ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近の霊夢はいつも落ち着かない様子だけれど何かあったのか？好きなグループに遺跡問題の影がちらついているのよ。すると決まったわけじゃないんだけれど、今のままでともはっきり言わないから不安で。霊夢はどうして欲しいんだ？もちろんとどまって欲しいわよ。万が一移籍したらどんな状況になるのかもわからないし、メジャーからインディーズになる可能性もあるとも聞いたわ。どういうことなのかはいまいちわかっていないんだけれど、何が違うのか知っているかな？両者に違いはあるが、心配する必要はそれほどないと思うぜ。活躍している人はインディーズにも多くいるからな。そうなの？例えばどんな人がいるのかしら？興味があるなら何組か紹介しようか。霊夢の不安がなくなるように、メジャーとインディーズの説明も絡めてな。それは助かるわね。お願いするわ。それじゃ、ゆっくりしていってね。早速だけれど、メジャーとインディーズがどういうものかをまず教えてくれるかしら？いいぜ。ただ予備知識が必要になるから、レコード会社とレーベルの話から始めよう。両方とも聞いたことがある言葉だけれど、その二つの違いもわかっていないわ。名前が違うように、二つは別物だ。基本となるのはレコード会社。そのレコード会社からの投資で運営されているのがレーベルだ。何のためにそんなことをしているの？一言で言えば役割分担だな。レコード会社が行うのは、アーティストの宣伝と CD 等の販売が中心。一方でその CD の企画や制作はレーベルが担当する。例えるなら、会社本体と社内の部署のような関係だ。どういう存在かわかっていなかったけれど、それぞれの担当が違うのね。そして霊夢が気にしているメジャーとインディーズだが、どのレーベルに所属しているかで変わってくる。つまり日本レコード協会の正会員であるレコード会社が運営しているレーベルのアーティストはメジャーと分類されるぜ。日本レコード協会？正会員？日本レコード協会は、国内のレコード会社で構成される組織だ。いわゆる海賊版の撲滅活動を主に行っている。会員には正会員の他に準会員、参助会員が存在するんだ。正会員のレコード会社ってどんなところかしら？全体では18社あるな。特に有名なのは、ソニーミュージックレーベルズ、エイベックスエンタテインメント、ユニバーサルミュージック、ワーナーミュージックジャパンの4社だ。確かにどれも聞いたことある名前ね。逆にインディーズは無所属か、業界には加入していないレーベルのアーティストを指す。ちなみにインディーズという言葉は、英語で独立を意味するインデペンデントから派生したものだ。へえ、それも初耳。インディーズというとあまり上手くない人たちのような見られ方をすることがあるが、全くの誤解。あくまでアーティスト次第であり、肩書きで決まるものじゃない。ライブチケットや CD を販売し、購入するファンがいるならインディーズでもプロだ。メジャー予備軍みたいに変なイメージを持っていたかも。CD をリリースするまでの流れだって基本的には同じ。レーベルにアーティストを集め、曲を作って宣伝、販売する。やり方もあんまり変わらないんだね。全然違うものなのかと思っていたわ。異なる部分も確かにある。わかりやすいところだと、独自の音楽性を追求しやすいのはインディーズだ。ここからは、インディーズにこだわり続ける有名なバンドを3組紹介しよう。インディーズにも活躍している人がいるって言っていたもんね。聞いたことあるアーティストだと嬉しいけれどどうかな？まず1組目は、エルレガーデンだ。いきなり知っているバンドだわ。通称はエルレ。代表曲には、ジターバグ、ミッシング、風の日などがある。メンバーには他のバンドでも活躍している人がいるぜ。ボーカルの細見たけしさんは、ザ・ハイエータスやモノアイズ。ギターの生方真一さんは、ナッシングス・カービド・インストーンにも所属している。他のバンドの名前も聞き覚えがあるわね。デビュー当時、高校生や大学生を中心に人気が爆発。バンドをやっている人には、曲をコピーして演奏した人も多いぜ。そういえば知り合いにもいたかも。エルレガーデンは、1998年の大晦日0時に千葉県で結成された。年越しのタイミング？完全にノリな気がするわね。そんな調子だと、バンド名にもからくりがあるのかしら？どこにもない個性的な名前にしたいとの考えがバンド名の元になっている。漢字用語辞典や外来語辞典からふさわしい言葉を探したんだ。その中で、エルレという単語に知的な響きを、ガーデンにバカバカしさを感じる。その二つを合わせてバンド名にしたんだぜ。エルレってどんな意味なの？ドイツ語で尺骨って意味だ。前腕部の小指側から肘にかけての骨だな。尺骨の庭？
直訳すればな。だがメンバーにとって意味は重要じゃない。優先したのはあくまで響きだ。聞いた感じは確かにかっこいいわよね。2001年に、バンドと同名のアルバムエルレガーデンで全国デビュー。2006年11月に出したアルバムでは、オリコンチャート初登場1位を記録したぜ。インディーズバンドでも大活躍じゃない。だが違った角度からの問題が生じる。2007年に裁判を起こされてしまったんだ。え？何があったの？バンド名のロゴが入ったグッズが権利を侵害していると、フランスのファッションブランドから訴えられてしまった。え、どうして？そのファッションブランドの名前がエルだったんだぜ。似た名前のブランドだったんだ。でもちょっと無理やりじゃない？フランスのファッションとバンドのグッズなら見ただけで違いがわかると思うわ。バンド名だから省略もしないだろうし。確かにな。販売のされ方などを考慮した結果、基本的には問題ないと裁判所も判断したぜ。そうして一山越えたかと思われたが、その翌年に突如、活動休止を発表。嫌な流れが続いちゃったわね。当時だって人気は高かったんでしょ？むしろ絶頂とも言えるタイミングだ。理由は何なの？作品制作においてメンバー間にモチベーションの差が出てきたことが原因だぜ。熱量が違うと足並みも揃わなくなるものね。長い間バンドを続けるのって大変なんだ。今も休止したままなの？いや、休んでから10年後の2018年5月に活動を再開している。復活したんだ。休止のままになっちゃうことも多いだろうからファンにとっては嬉しい限りね。待ちに待った人が多かったんだろうな。復活ライブのチケットは大争奪戦。倍率はなんと300倍だ。すご。10年経っても衰えない人気ってとんでもないわね。2022年12月には、約16年ぶりとなるアルバムもリリース。幕張メッセ国際展示場で今年の年末に行われるカウントダウンジャパンにも出演が決定しているぜ。出番は31日の大晦日だ。一年を締めくくる日を任されるなんて期待度が伺えるわ。インディーズでも関係なく人気があるのがよくわかるわね。二組目に紹介するのは、モンゴル800。略称はモンパチだ。このバンドも有名よね。インディーズだって知らなかったわ。1998年に沖縄で結成されている。メンバーは高校の同級生同士。2004年までは、学生生活と並行してバンド活動をしていた。高校生からしっかり活動していたなんてすごい。結成当初は4人組で、単独のボーカルもいる基本的な編成のバンドだったんだ。3人になったのは後からなんだぜ。他のメンバーがいたのも知らなかったわ。こちらのバンドも、名前に深い意味はない。メンバーが思いつきで考えたフレーズがそのままバンド名になっている。感覚優先のバンドって意外と多いのかな？小さな恋の歌、Don't Worry Be Happy。あなたに、などが主な代表曲だぜ。この辺の曲をコピーしているバンドもよくいたわね。2001年9月のアルバムメッセージは、インディーズ初の280万枚の売り上げを達成。日本における3ピースバンドのアルバムとしては最高の記録だ。オリコン1位だってもちろん獲得している。すごい枚数。メジャーかどうかなんて本当に関係ない人気ぶりね。アルバムのタイトルでもあるメッセージ性が受け入れられたのかもしれないな。どんな趣旨なのかしら？日々の暮らしを大事にしよう、という思いが歌に込められているぜ。伝えたい気持ちがバンドメンバーの根底にあるのかもな。ライブの MC などにおいても、観客とのコミュニケーションを積極的に行っている。そのストレートさを反映してか、使用する楽器もギター、ベース、ドラムとシンプルだ。スリーピースの基本って感じ。悠久愛歌や矛盾の上に咲く花といった悠久愛がテーマの曲が多いのも特徴だぜ。地元愛が強いグループってなんか押せちゃうのよね。聴いた人が自分の地元を重ね合わせる想定が、メンバーである上津さんの発言から感じられる。基地関係の話題に触れる曲もあるが、日常の中にある大切なものを歌う方がやりたいことに近いそうだ。普段の生活にある大事なものって意識しないと気づかないもんね。失ってしまう前に大切にするのが大事よ。曲の大ヒットにより、ファンの年齢層が広がってからは表現を柔らかくするようにもしている。やっぱり伝えようとする気持ちが特に強いバンドなのね。地元愛を実感するエピソードもあるぜ。どんな話かしら？2002年の紅白歌合戦への参加依頼があったが、出演を蹴って、沖縄の小さなライブハウスで年越しライブを行ったんだ。それはすごいわね。最近はどうかわからないけれど、基本的には紅白に出たい人が多いイメージだし、
メディアへの出演には関心が薄いんだぜ。メッセージがヒットした際にも、大量の取材申し込みをほぼ全て断っている。取り上げて欲しがる人の方が多そうなのに、精神的負担のデメリットの方が大きいと感じたんだぜ。その辺のゆったりした雰囲気には沖縄らしさを感じるわ。有名になりたいのような欲が少ないんだろうな。ミュージックビデオやアーティスト写真すらも作らなかったくらいだ。伝えたい思いはあるけれど、積極的に知ってもらおうとはしないのね。せっかく曲を作ったのに、CD をコピーするのが面倒に感じたため、予定枚数まで作らなかったこともある。歌が入った CD でもそれなの？ロック界最強のマイペースと称されるのはこういった行動が理由だぜ。話を聞いているとその称号がすごくしっくりくるわ。メジャーへの誘いを何度も断っているのも納得だ。やりたいことだけしたいという自分たちの気持ちにも素直なんだな。ライブをやれて、作品を作れたら満足なんです。中央に出て何かを発信することは、元々の欲としてなかった、と上津さんも話している。その気持ちでやっていても、大ヒットして人気になるんだからすごいわ。断る理由は他にもあるがな。シングルを数枚出して、アルバムを出すというメジャーのレコード会社の手法に反発もあったんだ。よくある手法だけれど、何が問題なの？メンバーにあるのは次のような考えだ。どうせシングルはアルバムに入るじゃん。お金がない子たちのこと考えたら、かわいそうじゃん。だから、俺らはシングルなくていいんじゃない？あくまでファン目線で考えた結果、昔からシングルは作らないスタイルにしている。素晴らしいんじゃない？ほとんど同じ曲が入ったアルバムを買うのって確かに財布に厳しいもの。考え方も自己流だし、マイペースって感じだよな。ただ知ってもらう必要はどうしてもあるから、ブームが落ち着いてからは普通に取材を受けている。全く露出しないわけにもいかないものね。結成15周年となる2013年にはミュージックステーションに出演。小さな恋の歌を披露した。普段見られない分、ファンにとってはエモかったでしょうね。モンパチらしい演出もあったぜ。より貴重さが増すじゃない。どんなのだろう？リズムを少し変更してあり、東北に向けての言葉が歌詞に組み込まれていた。一部変更された歌詞は、思いは届く小さな島の沖縄、東北の元へ、という内容だったぜ。さらに歌いながら胸元に手を当ててアピールする。どういう意味があったの？ボーカルの上津さんが着ていたシャツには、ノーニュークス、ノースプレイ、といった文字が書かれていたんだぜ。原子力とアメリカ軍の輸送機に対する言葉だな。なかなかすごい行動ね。確かに、賛否両論はあった。内容に対する考え方もいろいろあって当然だし、具体的にどうするのかという話もあるだろう。だが人前で堂々と自分の意見を発するという姿勢自体はいいことだと私は思うぜ。匿名のネットで他人批判するよりは自分の考えを持って直接議論する方がいいもんね。こうしてのんびり活動したり、時には台に上がったりしていたが、2019年4月に状況が変わる。何があったのかな？ギターボーカルを務めるギマタカシさんが活動休止を発表し、その3ヶ月後に脱退してしまったんだ。え？どうしたの？時間の経過の中で、人間性や音楽性、感覚や感性のズレが大きくなっていったのだと思います、としている。高校生の頃から活動していたんだものね。変わっていってしまうものだってありそうだわ。そういった変化のため、活動を負担に感じることが休養前から多くなっていった。実際、辞めたい気持ちは脱退の10年以上前からあったんだ。メンバーに相談したこともある。我慢を続けていくうちに色々な気持ちが溜まっていっちゃったのかな。説得されるたびに何かが変わるかもと思い長い間踏みとどまってきた。これは贅沢な悩みなんだ。世の中に楽な仕事はない。どんなバンドだって悩みを抱えながら続けている、と自分に言い聞かせる。しかし残念なことに状況は変わらなかったんだ。長年続けられるグループってそれだけでも幸運なのかもしれないわ。そうかもしれないな。だが仲が悪くなったわけでは決してない。残る二人のメンバーにギマさんは心から感謝するとともに申し訳なくも思っている。辞める側もだけれど、残される側も辛いもんね。今でも二人で活動しているの？もちろんだ。ちなみにバンドが二人体制になった翌月に公開された映画にはギマさんも出演している。映画が作られていたの？代表曲の小さな恋の歌を映像化したものだ。出演俳優が実際に演奏し、メンバーも本人役で出演しているぜ。本当に演奏されているなんて見応えありそうね。12月30日には、
沖縄での25周年ライブも予定されている。ファンの投票によりセットリストが決まるスペシャルなものだ。ファンに25年も愛され続けるバンドがインディーズにもちゃんといるんだわ。最後に紹介するのは、ビジュアル系のバンドだ。ビジュアル系ってアンダーグラウンドで根強い人気がありそうなイメージ。その印象はわかるぜ。だがこのバンドは、普通のビジュアル系とは一味違う。ボーカル以外は楽曲に合わせて演奏のふりをするエアーバンドなんだ。あれ？それってもしかして、ピンときたか？金箔ことゴールデンボンバーだぜ。演奏しないバンドという斬新すぎるスタイルで人気者になったバンドだ。バンドにもかかわらず、音楽に興味がないとメンバーの歌広場淳さんは発言しているからすごい。音楽に興味がないメンバーがいても大人気になれるバンドだなんてある意味すごすぎね。キユインショウさんとキャンユタカさんを中心に2004年に結成されたんだが、当初は楽器を演奏していたぜ。そうなの？バンドが演奏していることに驚くのも変だけれど、今でもライブで稀に演奏することはある。腕前は壊滅的に下手らしいがな。そこまで言われると逆に聞いてみたくなるわ。その技術面の問題が今のエアーバンドというスタイルに行き着くきっかけとなった。ほぼすべての楽曲の作詞、作曲、編曲はキユインさんによって行われている。一人で全部担当しているキユインさんすごいよね。音源の演奏は、別バンドのギタリストによるもの。なおそのギタリストのバンドは、大手レコード会社である ABEX 所属だ。逆転現象が起きている感じがあって面白い。他にも様々なミュージシャンがレコーディングに参加している。例えばラクリマ・クリスティの修正さんや、ジャンヌ・ダルクの修二さんなどだ。かなりの有名人じゃない。すごいわね。バンドのコンセプトは、ハイパーギガハイブリッドスーパーサブカルビジュアルロック、だぜ。ちょっと意味がわからないわ。でもなんだか凄そう。バンド名の由来は缶コーヒーのゴールドラッシュだ。バンド名といえば、あのロゴってどっかで見たことあるような気がするのよね。ゴールデン洋画劇場のものと似ていると指摘されているな。それだわ。キユインさん曰く、決して直接抜き出したりしてませんとのことだ。バンドリーダーはそのキユインさん。先に触れた曲のほか、ライブの演出やステージ構成まで手掛けているぜ。何でもできて本当にすごい。マクドナルドの店内で作詞を行っているため、同店のことをパワースポットと呼んでいる。そんな名前で呼んでいる人そうそういないわよ。12歳の時、江頭2時50分さんの真似をしたら、横に倒れた際に鎖骨を折ってしまったそうだぜ。なんでまたそんなことしたの？笑っていいともに出演しようと練習していたんだ。ふざけているのか真面目なのか。今ではバンドとして、テレビなどへの登場が当たり前。紅白歌合戦に4年連続で出場したこともあるほどの人気ぶりだ。ちなみにその際に披露した楽曲は毎年同じであり、同一の曲を続けて歌った記録としては歴代最高のものだぜ。連続出場だけでもすごいのに、演奏曲でも爪痕をしっかり残すんだから驚きだわ。また、キユインさんが愛用している T シャツの売り上げが伸びたことで、その会社から感謝されるほど影響力がある。まさに芸能人って感じの現象ね。だが今に至るまでの道のりは平坦ではない。演奏しないという得意性から、ビジュアル系雑誌にも昔は相手にされなかった。エアーバンドという存在が理解されず、メディアへの出演もことごとく断られる。確かにかなり特殊だから最初は拒否されそう。そういった経験もあり、知名度を向上させる策をたくさん練ってきた。曲だけじゃなく、映像付きの CD をライブ会場で安く販売したり、連続ドラマ形式の告知を動画サイトで行ったりもしたんだ。ドラマ形式の告知なんて斬新。他にも多くの工夫がある。学園祭でのパフォーマンスに力を入れたり、CD に特典が付属していないことを強調した売り方をしたりな。CD の特典がついたメンバーの対象付きカードも販売したぜ。もはやメインと特典が入れ替わっているじゃない。さらには8秒間の新曲を含んだ LINE スタンプや、各都道府県に絡めた47バージョンの CD も売り出している。本当に挑戦的なプロモーションだわ。インディーズの自由度を存分に活かした戦法だな。その自由さはパフォーマンスにも現れている。ミュージシャンの DAIGO さんが金箔を知ったきっかけは、写真の無断使用だったという話もあるくらいだ。はちゃめちゃさがよくわかるエピソードね。体を張ったパフォーマンスが多いのは自分たちの好みでもあるが、それ以上に視聴者を楽しませるため、長く自分たちの活動を楽しんでくれるファンにリターンができるような戦略を取りつつ、初見の人が見たくなるような話題のある活動を意識しているんだ。
好き勝手にやっているように見えるけれど、ファンのことをきちんと考えてくれているのね。慣習をただ続けることが音楽をダメにしている。音楽に対する偏見を壊すことに自身の一つのゴールがある、というふうに紀龍院さんは考えているそうだ。おちゃらけているバンドかと思っていたけれど、しっかりした信念があるのにびっくり。こういった考えや姿勢が、女々しくてのオリコンカラオケランキング51週1位という新記録につながっているんだぜ。2023年10月現在で公開されている人間だの MV にも注目だ。人によって色々な受け取り方ができるメッセージ性の強い曲だぜ。ウィキペディア風のホームページも面白くて一見の価値がある。何それ?気になるから後で見てみよっと。12月24日には、ファンクラブ会員限定のクリスマスライブが群馬県で行われる予定だ。インディーズでもこれだけできるんだって希望になるバンドね。インディーズにもすごいアーティストがいるのはよくわかったわ。でも彼らがメジャーデビューしないのはどうして?一言で言えばメリットが少ないからだ。メジャーの主な強みは宣伝力。だがインディーズでも、一度売れて名前が知られれば集客は難しくない。その宣伝にしたって、ネットが発達している現代では自分たちで行うことも比較的容易だ。テレビより SNS に触れる時間の方が長い人も増えているものね。知ってもらえる可能性はメジャーの方が確かに多いかもしれない。だがその分、売り上げから差し引かれる金額も大きくなる。自由度など金銭面以外も含めた利益を考えれば、メジャーがいいとは一概に言えなくなっているんだ。メジャーの強みが薄くなって、インディーズとの差がなくなってきているってことなのね。インディーズレーベルにもかなりの可能性を感じられたんじゃないか?想像以上に有名なアーティストがいて驚いたわ。両者の差があまりなくなってきているのね。多少の違いが今はまだあるが、さらに曖昧になっていくだろう。どちらがすごいというより、特性の違いがあるだけという状態になっていくと思うぜ。だから人気や実力があるグループにとってはインディーズの方がいい場合も多いんだ。メジャーからの誘いを断るグループも実際いるしな。推しグループがインディーズになったとしても問題はなさそうだから私としては安心よ。メジャーやインディーズにとらわれずに好きなグループを応援すればいいと思うぜ。それじゃ今回はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。